皆さん、お元気ですか？ニトロ Vlog のリリです。さて、今日の動画ですが、久しぶりに中華ゲーム機をレビューします。中華ゲーム機が好きな人なら、タウキリーというメーカーはご存知ですよね。次から次に新機種をリリースするタウキリーですが、今回は少し前にショート動画にしたタウキリー X39 のレビューです。このゲーム機、低価格でそれなりの性能を狙った製品のようで、半導体不足や円安の影響でゲーム機全体の価格が高騰している中でも、5000円から6000円で入手できる価格が大きな魅力となっています。それでは早速見ていきましょう。それでは X39 を開封、付属品などを確認してみます。外箱はご覧の通りの黄色いパッケージで、本体イラストやスペックが記載されていました。中華ゲーム機によくある無難なパッケージですね。蓋を開けると中国製品でおなじみの白いビニールに本体が収納されています。付属品は英語と中国語で記載されたマニュアルと、充電用のチープで短い USB-C ケーブルのみ。あれ？合格証の日付が2021年の4月8日ですね。生産して1年も寝かしていたんですかね。それでは X39 本体を見ていきましょう。手に持ってまず感じるのは軽いってことですね。それとやっぱり低価格の製品特有の安っぽさを感じます。特徴的なのは本体下部に USB-A ポートが2個あることです。ここに TF スロット、64GB までのマイクロ SD カードに対応しているそうです。本体左右側面にはボタンはありません。ショルダーボタンは横並びで4個あります。位置はそんなに悪くないので押しやすそうですね。本体の上部には電源ボタン、充電用の USB-C ポート、ミニ HDMI ポート、ヘッドホンジャック、ボリュームボタンがあります。外部モニター出力ができることと、本体下部の USB に外部コントローラーを2個接続できることが X39 の特徴です。まあ、あまりニーズがあるとは思わないけど、人によっては使うのかな。背面はシンプルですね。滑り止めの溝が掘ってありますけど、効果はあまりないかも。だけど、デザイン的には悪くないんじゃないかな。それではケースのデザインを確認してみましょう。 ABXY ボタンはクリアーな材質で、見た目も押し心地も悪くないです。クリック感もあるし、サイズも感覚も良い感じですね。ファンクションスイッチも問題ないです。アナログスティックは押し込みができないタイプです。これも違和感はないです。十字キーはちょっとふにゃふにゃしてるし、いまいちな食感ですね。なんか滑りやすいかもしれないですよ。余談だけど、 X39 のデザインはニューポケット GO V2 にかなり似ているんだよね。アナログスティックの位置は上下が逆だけど、部品の構成がかなり似ているし、ボタン位置やスピーカーの穴位置もちょっとデザイン模写してるんじゃないの？これ、まあ中華ゲーム機に模写とか言っても意味ないけどね。
久しぶりにポケボー V2 いじったんだけど、やっぱりこれいいよね。アナログスティックがかなり使いづらいんだけど、デザインは秀逸だと思う。それでは電源を入れてみましょう。竜と剣の起動画面。この画像変更したいけど、本体のフラッシュメモリーをいじくる必要があるみたいだね。エミュレーターアプリは10種類の映像で判断してね。システムはオープンソースのカスタム品らしくて、 Linux で動作しているみたいです。設定項目としては、背景を変更したり、液晶の輝度変更とか、言語を日本語にもできます。ゲームの解像度変更は、フルサイズとスケールの2段階だけ。初心者に優しい設定だけど、中上級者には不満になりそうな、簡易な設定しかできません。スペックについては、映像の通りで、液晶サイズは 4.3 インチと、珍しいサイズが特徴ですが、チップセットや GPU など詳しいことは不明なんだけど、性能は低そうですね。メモリー容量や最大ストレージ容量、バッテリー容量など全てにおいて、販売価格を安価にすることを目的に部品を選択したと思われます。性能が低いとは言っても、プレイステーションぐらいまでは動作するので、低価格でそれなりの性能になっているのは確かですね。そうそう、音楽や動画などデータを入れればメディアプレイヤーとしても使えます。まあスマホがあるからね、わざわざこのデバイスに入れる必要はなさそうだけど、一応試してみました。それでは実際にエミュレータの動作や表示を見てみましょう。これはファミコンのスケール表示です。動作はもちろん問題はないんだけど、この表示だと中央に四角く表示されて、いまいちな感じ。4.3 インチのスクリーンが全く活かされてないよね。じゃあフルスクリーンにしてみましょう。画面は大きくて見やすいけど、引き伸ばされた画面には違和感を感じてしまいます。今度はスーパーファミコンのフルスクリーン表示。全画面表示は良いけど、やっぱり引き伸ばされた感じに違和感を感じます。それよりも操作が下手すぎてコメントでまた悪口言われそうだね。スケール表示にしてみましょう。やっぱりこんな感じでなんだかなって感じですよ。あとスーパーファミコンは動作自体は問題ないんだけど、多くのタイトルで音が途切れたりする現象があります。スーファミって結構パワー使うので、性能的にギリギリって感じですかね。今度はゲームボーイですが、スケール表示の場合はオリジナルのゲームボーイっぽくて違和感ないですね。画面は中央で小さく表示されるから左右の余白がもったいないけど、だけどフルスクリーンにすると横に伸びちゃってちょっと違うかなって感じ。最後にゲームボーイアドバンスです。これはフルスクリーンでもあまり違和感を感じないです。スケール表示にしても左右の余白が少ないので良い感じ。ゲームボーイアドバンスは好きな方で良いかなって思いました。
軽めにエミュレータの映像を見てもらいましたが、対応エミュレータの動作自体は低スペックの割にちゃんと動作していました。ただ見ていただいた通りで画面サイズがあまり活かされていないんですよね。プレイステーションまで動作するゲーム機の場合、アスペクト比は4対3の方がやっぱり良いですね。まあ横に伸びても画面が大きい方が良いって人もいるからね。あくまでも個人的な感想です。はい、そんなわけで今日はパウキディの X39 についてざっくりですがレビューしました。この機種についてまとめると、良い点としてとても安価であること、それなりの性能で十分遊べそうであること、あと外部モニターコントローラーが2台接続できるので2人で遊びたいという人には良いと思います。悪い点としては全体的にチープでビルドクオリティは良いとは言えませんね。ショートで開封動画出したけど液晶のスクリーンが剥がれかけてたからね。結構不良率が高いんじゃないかなって率直に感じました。エミュレーターゲーム機を持っていない人が初めて買う機種としては、値段も安いしそれなりの性能で操作も悪くないので良いと思いますよ。カスタムファームウェアも期待できないし人気もないので動画もあまりニーズないかも。まあ今後ものんびりと好きな題材で動画作るので、よろしければチャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょうね。またね。バイバイ。